熱海御用邸熱海御用邸は、1888年、明治天皇の皇太子、民宮、義人親王の帰還のため、静岡県田形郡熱海町に造営された御用邸。1928年に廃止された。熱海は古来より温泉保養地として著名であった。幼少期の明宮義人親王は虚弱であったため、宮内省は親王のための天地療養地を選定していた。そこで、義人親王の養育主任、曽我資則は、熱海温泉におけるリウマチ療養の経験に基づいて、推挙したことから、熱海に御用邸が造営されることになった。1883年6月、宮内省は、代替地として、岩崎弥太郎から2610坪を無償取得し、1884年7月には、林地727坪を買い上げた上で、1888年9月に起工、1889年に竣工した。総面積は4017坪、建坪が約428坪で、5点を除いてすべて平屋であった。邸内には、大湯が引湯されており、また、馬場も設けられていた。大正天皇は、陶器の被棺を、主として利用した。1911年1月には、皇太子であった、昭和天皇や高松宮、秩父宮の公孫が滞在するなど、各皇族の避難目的にも供された。1928年、熱海市役所に払い下げられた、結果、御用邸は廃された。1936年から戦時中までは、熱海市立図書館が、旧御用邸内に入っていた。現在の跡地には、熱海市役所が立地している。ありがとうございます。